皆さんこんにちは、かほなんです。今日はヘブンテントの新作を紹介していきます。ヘブンテントって私が北海道旅に持って行ったり、夏場のキャンプとかほぼ使っているんじゃないかっていう、めちゃめちゃ愛用してるテントなんですけど、新作が出まして、それがこちらです。ヘブンテントサファリでございます。新作ヘブンテントはテーマがグランピングということで、結構変わりました。では早速中身広げていきます。まずこれ、こっちの緑のが本体で、こっちがマットです。で、こういう風につながっていて、こうやって取り外せます。ライシートと、ポールとコードと、コードパート2と、これはペグ8本入ってます。では早速ヘブンテントサファリ張っていきます。ではまずコードを木にかけます。次、本体をフックにかけます。で、本体をコードにかける前にこのレインフライをかけとくことを個人的にはおすすめしております。レインフライがこんな感じで、本体のカラビナこんな感じについているので、かけてかけてカシャーンってやると連結されます。で、そしたら次、居住空間を作るのにとても大事なポールを入れていきます。ここにポールを入れる穴があるので差し込んで、で、反対側もこの穴に差し込みます。これで広がります。で、次マットを膨らまして入れていきます。ここに口があるので、マットが入っていた袋、これを使って膨らませます。装着させて、こんな感じでマットとその袋を使って膨らませていくこともできるんですけど、オプショングッズがありまして、じゃん、ヘブンパワーポンプというポンプがオプションで出まして、これを使っていきます。これめちゃくちゃ便利なんですよ。ノズルがいろいろあるので、浮き輪を膨らませたりとか、そういうこともできるし、あとこれ自体に 3600mAh の充電容量があるので、これで USB 挿して携帯の充電ができたりとかもできます。ヘブンテントマットをノズルを装着しまして、いきます。ここ当てて、スイッチオン、早い。できました。めっちゃ早い。わずか30秒ぐらいで食らいました。よし、では本体に入れる。で、最後コードでフライシートを固定していきます。フライシートの先はこんな風になってるので、ここでフ
こんな風にして、で最後フライシートの後ろの部分を固定します。ここに爪があるのでこれをかけまして、で真ん中ここゴムと引っ掛けるやつあるので、これで浮かない感じです。であとウェルカムマットとバンティングバナーという、こういうおしゃれなものもついてるので、せっかくなので配置していきます。ここにペグが打ち込めるような穴ついてます。こういうことです。つけました。というわけで貼り終わりました。こんな感じです。じゃあ入っていきます。あ、ウェルカムマット素晴らしい。座りまーす。よいしょ。はい、こんな感じで寝られます。フルフラット、そして広い。こうすると中こんな感じで結構広いです。じゃーん、こんな感じで私はもうめちゃくちゃ横余ってるんですけど、この幅が76センチで、縦のこの長さが203センチあるので、めっちゃ背高い人でもしっかり寝られると思います。ポケットは前のバージョンと同じように1,2,3,4,5,6 と中にね、でっかいのがついてまして、雨の日に靴ボンと入れたりとか、携帯サクッと入れといたりとかできます。で、グランピングなのでさらに過ごしやすくということで、マットがめちゃくちゃ肌触りいい感じに進化しております。見えますか、これスウェードでコーティングされてるので肌触りがめちゃくちゃ良くて、で結構生地がしっかりしているので、これがまたフルフラットにいい感じに効いていて、バージョンアップしております。あと本体の生地も変わりまして、前は結構薄めで軽い、撥水もできるつるっとパリッとした生地だったんですけど、今回はこれ外側がこうちょっとこう布っぽいしっかりした素材になっておりまして、で内側にこういう防水っぽいつるっとした素材になってます。で耐水圧が4000ミリあるみたいなので雨でも大丈夫です。あとレインフライの形もちょっと変わりまして、わかりますか、これちょっと曲線になってるんですよ。前はスパーンと一直線だったんですけど、ここが曲線になることで引っ張る力も綺麗に働くし、あとやっぱ綺麗ですね。美学を感じます。そして最後こちら、ラウンジストラップという紐がつきまして、これですね、面白いですよ。こうしてギュッと絞って振ってるとこんな感じでプラーンとした部分がギュッと持ち上がるんです。なのでこれがこんな感じにソファーのように使えます。携帯したりとか本読んだりとか優雅に過ごして、で眠りたい時にここ取っちゃえば、こんな感じで眠ることができるという感じです。で今はハンモック型として利用しているんですけど、この今紐引っ張ってるところを今度ポールに変えて
立ち上がらせれば地面の上に張ることもできるので、行った先で止まろうと思ったら木がないみたいな時でも、なんか枝かなんか使えば自立したテントが作れるので、どんな環境でも使えるという素晴らしいテントです。というわけで今回はヘブンテントサファリというヘブンテントの新作を組み立て&細部まで紹介していきました。もちろん前回のバージョンとかその前のバージョンもすごく良くて、このバージョンよりは軽くてコンパクトになるのでそれもすごく良かったんですけど、今回はねテーマグランピングということでその名にふさわしいゴージャスさあります。でカラーも4色ありまして、本体の色はグリーンとあとサンド色の2色なんですけど、フライシートがグリーンとあと鴨柄、サンド系だとサンドベージュ色とあとサザンウエスタンというカラーがあります。ではこのヘブンテントサファリのゲット方法、購入方法なんですけど、概要欄の方に詳しく書いてありますので、気になった方はぜひそちらをご覧ください。私もこの子を連れてまた全国47都道府県制覇の旅に出かけたいと思います。それでは今回は新作ヘブンテント、ヘブンテントサファリを組み立て細部まで紹介してきました。今回の動画は以上となります。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上カホナンでした。バイバイ。